こっちに引っ越してきたばっかりで先輩がいなかったので参加しました。うち一番下なんですよ、サークルの中で。だから多分お兄ちゃんお姉ちゃんがいるから結構歩くようになったりとか楽しそうにしてるんで。今日は千早公民館に来ています。育児サークルまんまさんの活動を見に行ってみたいと思います。東区では各校区の公民館などで育児サークルや子育てサロンが活動しています。よし、これでうんちゃん作ろう。マンマは毎週水曜日の午前中千早公民館で活動しています。今回は赤ちゃんの手形取りをしています。千早の方もそうでない方もどなたでも参加できるようですよ。楽しかったです。家ではなかなか準備が見られてきないので、次は広陵校区の子育てサロンの活動の様子です。今日は栄養や育児についての相談会があっています。おやつの試食もしているようですよ。いかがですか。まだ公開始めてきたんですけど、皆さんがとてもフレンドリーで聞きやすい感じでいいなと思いました。お母さんたちともいろいろな話ができるので、私もとても気持ちが楽な場になってます。はい、どうぞ。はい、ようこそ広陵高校の子育てサロンです。もう自由気ままに過ごしていただけることをモットーにしてますので、ぜひ遊びに来てください。待ってます。次はチューリップクラブの活動の様子です。今日はクリスマス会をしています。ダウン症とか、あと思い出障害のお子さんとかの発達が気になるお子さんとかがすぐに来られてます。第2第4木曜日の10時半から12時半まで、時間はその時間で活動してます。あとは東部療育センターの先生と連携して、あの親学習会をしたり、親子相談をしたりしてます。お先輩ママさんたちのアドバイスがありがたいので、すぐ見てくれるので、ちょっとね話してても見てくれるのがありがたいです。子どもたちが、少しずつでも成長しているのを見ることがとても楽しいです。皆さんよかったら顔出してください。はい、本当本当、サポーター楽しいですね。そう、楽しい。ここに来てみんな笑顔になって帰ってくるから、それが一番だと思います。お互いにね、お母さんも子供さんも私たちもみんなで楽しく過ごしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東区では各地域に育児サークルが18カ所、子育てサロンが31カ所あります。皆様の身近な場所にもありますので、参加してみませんか。育児サークル、子育てサロンについて詳しく知りたい方は、東区保健福祉センター、地域保健福祉課、校区担当保健師までお問い合わせください。福岡市では転勤族も多く、孤立しがちなママも多いようです。皆さんもぜひママ友作りに行ってみてはいかがですか。